皆さんお久しぶりです。急に休んだと思ったら急に出てきて皆さんびっくりされましたよね。すみません、1年弱ほど、出産と育児のためお休みをいただいておりましたが、この度復帰させていただくことになりました。いやよかった母ちゃん、ね、ありがとうございます。もう SNS では温かいコメント本当にありがとうございますね。カリ、もうそのおかげで可愛い子供を無事出産することができました。これからは母としても、味噌カリのミストとしてもカーリーと一緒に頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆様今後も応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。母ちゃん頑張ります。ここそうそうまだよ、そうそういくよ、はいはいはい、こっちよ、そうはいそう、はいはいそう、はいこっち、はいこっち、はいそうそうそう、こっちははいはいはい。休みの時はいカーリー気になってましたね。カーリーもめちゃめちゃ気になってました。もうでもちょっと私も場所が場所で遠くて会いに行けないので、後輩の子にこう動画撮って送ってもらったりして見てたり、あとは自分の今まで撮った画像とか動画をこうずっと見てました。夏希さん会いたいなみたいな感じで今まで会えないかたので一番長かったのってどれぐらいだった？今まで一番過去だと本当4日とかですね。私がなんか4連休とかがあってこう実家に帰った時に会えなかったっていうのはありましたけど、こんな長いのは本当初めてですね。それも1年に1回とかなので。今回はどれぐらい会えなかったんですか？今回はもう1年弱とか、そうですね、お正月のちょっと過ぎぐらいから夏終わりぐらいにまでだったので、結構長い間会えてなかったです1年ぶりに会った時どうでした？いやめちゃめちゃ嬉しかったです。変わってなさすぎてもう行動全部変わってないから、もうあーカーリーだと思いました。でしかも全然会ってなかったのにこう初めてカーリーの部屋に行った時に、もうなんかもっとそっけない態度されるのかと思ったんですけど、なんか、まあ、私のもしかしたら勘違いかもしれないですけど、私にはなんか顔見た瞬間なんかちょっとこう寄ってきてくれたように見えたんですよ、カーリーが。って感じになりました。私はいいように思い違えてるだけかもしれないですけどねえ、かいちゃん顔見たとき、あ、味噌だってなったんですねかいちゃんそうですね、そんな感じですね。ちゃんと覚えてくれてたみたいですか？ちゃんと覚えてくれてました。なんかもう全部覚えてくれてました。なんかすごいなって思います。本当1年弱も会えてなかったのに、ゲームもなんかそんな全然本当になんかこの空いた期間を感じないというか、どの小技とかでも全部覚えてくれてましたし、もうなんかうわ嬉しいなって思いました本当に。あとこう一番嬉しかったのがこう手を出した時にちゃんとこう手にこう小屋に部屋から出す時に手おいでって言ってカーリーが手を置いてくれて出すんですけど、その時にもう変わらずこうやっておいでってやったらちゃんとこうやって手を置いてくれたんですよ。これの手がもう嬉しくて可愛くてもう愛情が爆発しそうでした嬉しかったですね。いやーね、かっちゃんかっちゃん今やってくれる、かちゃんありがとう、はい、ありがとうかちゃんありがとう、この手が嬉しかったんだよ、かちゃんかちゃん
ツンデレか。ツンデレね、母ちゃんね。変わってないね、ツンデレなところもね。手作りしてるな。みんな楽しい。日光